コーディネーツ40度 5745N73 度4五十3 w 4 0 9 6 2 5 0 n 7 3 7 5 3 6 1 w 4 0 9 6 2 5 0 7 3 7 5 3 6 1ウィングドフットゴルフクラブはニューヨーク州ウェストチェスター郡ママロネックにある開園制クラブで2つの18ホールゴルフコースを持ついずれのコースもその設計は バルタスロールゴルフクラブやベスページブラックコースなどメジャー大会が開催されるコースの設計で有名な AW ティリングハーストによるクラブは1921年ニューヨークアスレチッククラブのメンバーを中心とした有志により設立されたクラブメとトロゴはナイアックのそれを使用しているがこれら2社に直接の提携関係はない 1923年6月にゴルフコースが開業した。クラブから招待されたもののみが、クラブメンバーとなることができる。ウストコースは7264ヤードでパー72、コースレート及びスロープレートは、それぞれ75.7と141。イーストコースは6750ヤードでパー72、コースレートとスロープレートは、 それぞれ73.9と141となっている。ゴルフダイジェスト氏による2009年から2010年、米国内ゴルフ場ランキングでは、ウェストコースが8位、イーストコースが65位。2019年に、米国国家歴史登録財に指定された。クリフォード・チャールズ・ウェンデン・ハック設計のクラブハウスと、ディリングハーストが最後に設計したコースであるという点が指定される理由となった。 ウィングドフットのメンバーであるトミー・アーマーはメジャー大会に参照しているクロード・ハーモンは1948年のマスターズに優勝して賞金2500ドルを得たがこの当時彼はウィングドフット所属のヘッドプロだったメジャー優勝者のクラブプロはハーモンが最後となったそれ以前は1941年にマスターズと全米オープンの両方を同年に優勝した初めての プレイヤーとなったクリークウッドが所属していた。ウェストコースはこれまでに全米オープンが5回、PGA 選手権が1回開催されている。イーストコースは全米女子オープンが2回と全米シニアオープンが1回開催されている。さらに全米アマチュア選手権も2回開催している。1949年にはウォーカーカップがウェストコースで開催された。 2013年1月、全米ゴルフ協会は2020年開催の第120回目の全米オープンをウィングドフィットで行うと発表した。これで都合6回目の開催となるが、それ以上の回数の全米オープンを開催したコースは、バルタスロールゴルフクラブとオークモントカントリークラブの2カ所だけである。USGA 主催の選手権クラスの大会が行われる。 サイのウェストコースはパーが70に設定される。この設定だと514ヤードの9番ホールはパー4になり選手権史上最長のミドルホールになる。12番640ヤードのパー5は選手権史上2番目に長いロングホールになる。オギルビーが2006年の全米オープンに優勝した時のスコアは5オーバーパー。1974年に アーウィンが優勝した時は7オーバーパーであり、近年のメジャー大会においても、群を抜いて打数が多い。なお、ジュリウス・ボロスの1963年、全米オープンの優勝スコアは293打で、これが近年における打数及び、パー基準のスコア両方の最多記録となっている。2004年全米アマチュアは、イーストコースとウェストコースの両方を使用。 1980年全米シニアオープンはイーストコースで開催。1972年全米女子オープンはイーストコースで開催。1957年の全米女子オープンはイーストコースで開催。ジョーンズはアマチュアだったので36ホールのプレイオフで敗れて2位になったあるエスピノーサが優勝賞金を得た。1984年と1929年の 全米オープンはプレイオフで優勝者が決まった。当時の USGA のルールではプレイオフは18ホールと36ホールで決定されることになっていた。合計スコアはプレイされたホールの数を反映し、準優勝者とのスコア差はプレイオフ時のものとなっている。ありがとうございます。